私、行ってきたわ。やばいわ、ゴンだって来ちゃったわ。びっくりしたわ。あんたもういいわよ、諦めなさい。楽しんだもんチャンネル。はい、皆さんおはようございます。今日も大蔵よ。私の動画初見の方多いと思うからちょっとご説明させていただくわね。私はサクラマスを追い求めるオカ祭り系 YouTuber。 サクラマスするためだったらアラスカ、ロシアでもどこでも飛んでくわ。まだ行ったことないけどね。いつも楽しいことばかり探して調校してるわ。あらやだ、先行者がいるじゃない。仕方ないわね。この辺からちょっと探ってくわ。ワクワクしすぎてね、すぐ水際たっちゃダメよ。手前にいるかもしれないからね、ちょっと離れて軽くキャストして手前探ってから水際に立ってね。私の友達がね、今みんな花粉症で鼻ジュル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 吸ってるのよ。ジュル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 しすぎてジュル賢くなっちゃってるわね。その点ね、私ね、花粉症になったことないからね、みんなの辛さがわかんないのよ。なんでみんなそんなくしゃみしたり涙目になってるのか理解不能だわ。うわぁ、もしかして私今花粉症の人敵に回したんじゃないかしら。怖いわ。ドビーは悪い子、ドビーは悪い子。今ね、自分にお仕置きしておいたわ。花粉症の人、許してごめんね。前からね、私の釣り動画見てくれてる人は分かってると思うんだけど、初見の方多いと思うからもう一個説明しとくわね。私の釣り動画はね、こんな感じのパティなのよ。真面目に釣り動画をね、解説なんて私に求めないでちょうだい。できるはずないじゃない、私に。おはようございます。向こう側入っていいですか？すいません。どう、私にも礼儀が備わってることみんなに伝わったかしら。今日ね、増水してるのよ。もう少し下流でね、ウェイディングしたかったんだけどね、ちょっと危険を感じてるのよ。だからね、極力ウェイディング避けて安全な釣りを心がけてるわ。前にもお話ししたと思うんだけど、サクラマスよく一緒に行ってた友達たち、最近ね、サクラマスやらなくなったのよ。人それぞれ価値観が違うからね。私はね、何も触れずにそっとしておいてあげてるんだけど、私もね、何回もやめようと思った時あるわ。だって釣れないんだもん。けどね、さっき拾ったバイブレーション、投げてみるわ。塗装がだいぶ剥げてるからね、際どいとこ攻めてくわよ。別になくしてもいいから。
できるだけボトムからリフト&フォールして、この辺で食ってくれると理想なんだけどね。来た、やばいわ、ゴンだって、びっくりしたわ。隣の人がこっち見てるわ。え、ちょっと待って、こっち来ないでちょうだい。こっち来んな、恥ずかしいじゃない。あんたもうそろそろ諦めなさい。え、幻よ。そう、何もなかったわ。暇すぎて脱皮してみたわ。九頭竜橋下流攻めて、どん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 下って女子大学前まで行ったんだけど、何もなかったわ。いや、あったけどね、何もなかったことにするわ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ここはね、五松橋下流高圧線直下っていうのかしら、私がね前に釣ったポイントよ。見た感じね、ピンとこないわ。人流ししてお昼ご飯でも食べようかしら。水はね、下流より全然濁ってないわ。綺麗だわね。アングラさん誰もいないから貸し切り状態よ。あらやだ、立派な浜大根ね。近くのスーパーでね、食材買ってきてお昼ご飯にするわ。ホタルイカをね、丼にぶっ込んで食わ。これが毎年恒例のホタルイカぶっかけ丼、いただきます。ご飯食べ終わってもう一流ししたんだけどね、異常なしだったから今日はもう帰るわ。